ええ。大丈夫よ。私たちはさっき、世界を救ったのよね。でもどうして、私、泣いているのかしら。今の心の内にある感情が、どこから来ているのかわからない。さっき起こったこと。私たちはさっき、そして、世界樹に残留していた汚染を除去して。そうだな。どうしたんだよ。お前もさっき一緒にいただろ。この音、旅人？パイモン？これだけ待ってようやくお前と二人になる機会ができた。貴重な時間を費やしたのも少しは価値があったようだ。ファデュイの執行官、何をしたの？無防備なものをすぐさま無境に入らせるただの音波さ。だがやはり神には聞かなかったか。あの賢者たちの研究で面白かったものがこれしかなくてな。ついでに持ってきて試しただけさ。安心しろ。私が彼らを本当に殺せば、お前が私を許さないことなど知っている。私はお前と交渉をしに来たのだ。当然ながら、双方の関係を壊すような危険な真似はしない。私と交渉を？あなたはもうスメールを離れたと聞いたけれど、どうしてまたここに姿を現したの？スメールを離れたのは私であり、スメールに残ったのも私だ。知恵の神でさえ認識による完成に束縛されてしまうとは、実に失望させてくれる。それはつまり、この世には数々の異なるあなたが。悪くない推測だ。たとえ同じ個体でも異なる年齢によって認識は変わってくる。その昔、私は世界の観察をするために自身の全ての視点。観察は実験の第一歩だ。だが今ある世界の観察だけでは満足ができない。時間という重要な次元が欠けているからな。それゆえ私は様々な年齢における自分を断片として保存し、それらを独立の個体にした。それだけのことさ。私は知りたいのだ。知識を求めるために行った私のこの行為を知恵の神がどう評価するのか。あなたは生命という概念を侮辱しているわ。生命に本来含まれている数多くの規則と制限には全て存在意義と理由があるの。決してうぬぼれなんかで勝手に破っていい。よかろう。大したものだ。確かに人間にとって自らと和解すること自体極めて困難なこと。それが異なる時期の自分であればなおさらだ。教霊院にいたのならどうして今になってやっと現れたの？あなたには私たちを阻止し、あの偽りの神を手伝う力があったというのに。その問題はいささか簡単すぎる。実験中に被験者を助けるスタッフがどこにいるというのだ。この実験を行った私がなぜ自らの手で実験結果に干渉しなければならない？教霊院は
送信計画を最終的な目標としていた。なのにあなたは、それをただ、一回の実験としか見ていなかったというの。狂っているわ。もしも実験が成功していれば、あなたは新たな神を創造したことになる。そうなった時、あなたはどのようにして、自らが忠誠を誓った相手と向き合うつもりだったの？それでも今のポジションを選ぶのかしら。その時のあなたは。私は学者に過ぎない。これらの結果は、その可能性に直面するかもしれない私に判断を委ねるべきだ。だがお前の言うことは何も間違っていない。だから。あなたは一個体として、貴族感があまりないようね。普通の学者と比べたら、なおさら信仰に欠けるわ。いやいや、私にも当然ながら信仰はある。ただお前の一貫した定義にそぐわないだけさ。さて、話もここまでにしよう。実験は終了だ。そろそろ道具の整理をし、材料を回収しなくてはな。例えばそう、神の心を。クラクサナリデビ、お前は聡明な神だ。今この瞬間における戦力の差は理解しているだろう。その雷の神の心を、お前は戦闘に応用することができない。あなた、私と交渉をしに来たと言っていたわよね。だけど、私には、今力ずくで奪おうとしているように見えるけど。ただ事実を述べているだけさ。私はこれでも一回の学者だ。知恵の神には、もちろんできる限りの尊重と体裁をもって接したい。あなたのその虚職は、絶対的な自信の上に成り立っているのかしら。あなたの考えは分かったわ。なら、私が今ここで、神の心を破壊し、天理を呼び覚ましたらどうなるかしら。天理を呼び覚ます？可能だと思うのか？天理は長いこと沈黙を保っているけれど、神の心は、天理がテイワット大陸及び、一切の法則を司るための象徴よ。それを破壊したら、もう一度天理の目を引けるかしら。そうなった時、カデューのした行いは、一体どうやって収拾をつけるのかしらね。あなた、私とこの可能性についてかける勇気はある？ふん、かけ？いやはや驚かずにはいられない。私はてっきり、お前が証拠や厳密な推理論証を持ち出すのかと思っていたが、よもや知恵の神の口から、賭けなどという言葉を聞くとは。だが、実に巧妙な一手だ。まさか以前私が、お前の意識を捕捉した際、すでに見破られていたのか？学者として、いかなる可能性も尊重しなくてはならない。これは私のモットーであり、確かにそのような可能性は無視できん。ならば言うがいい。お前の条件は何だ？たとえ異国の神の心をスメールに残しても、災いが生まれるだけ。でも、この雷の神の心は、あなたたちの執行官を一人倒したことによる戦利品よ。今になって、その戦利品を奪い取ろうというのなら、すべての元凶であるあなたが相応の代価を払うべきではなくて。代価？面白い。一体どんな代価を払ってほしいのだ。他の断片をすべて消去する。というのはどうかしら。そのような手段で、知恵の国の最たる脅威である私を制限しようと？確かにそのやり方は、
私が時間という次元に投入した目を奪うことも同然だ。断片の制作は非常に難しく、極めて希少な資源と膨大な時間を必要とする。それをここで全て破壊させようとは非常に実に面白い。お前はとっくに私を警戒していたようだな。全ての私の中でお前が出会ったこの断片こそ最も利己的なものだ。監禁されていた時お前は何を見た？私を観察したからこそ私が…あなたが言ったのよ。自らと和解すること自体、極めて頭のいいあなたはそれができているのかしら。なるほど。あまたのあれら私と神の心一つが同じ価値だとお前が思っているのならよかろう。そんなに気にしていないようね。まさかあなたたちの関係って本当にそんな悪いのかしら。気にするほどのことではないと思うがな。余分な自我で神の心、それに私の力をもってすればいずれもっと良い視点が見つかる。むしろお前のそのリードは一時的なものに過ぎない。しかしお前はどうやって私が完全に彼らを消したことを確認するつもりだ？私には見えるわ。あなたに唯一残っている心情が。ふん。馬鹿げた決断をふざけてるのか！極まりない選択だ。自分さえも裏切る。これで終わりだと思う。立て、かまずな代価に見合うといいがな。絶対に後悔するよ。どうだ、確認したか？持っていきなさい。この先学術都市は私が完全に引き継ぐわ。アーカー社の運行を止め、人々の知識欲と好奇心に学術領域を支配させる。もうあなたに付け入る隙は与えない。私の学術成果は故郷では評価されない。実に悲しいことだ。もちろん私もこの都市に3回も拒絶される趣味はない。これで駒が一つ、そしてお前の草の神の心も。その貪欲さは身を滅ぼすわよ、スネージナヤの執行官。いやいや、これは別の交渉さ。どうせアーカー社を止めるならスメールの神の心がここに残っていても重要な役割を果たせないだろう。求めるものに求めるものを送る、それが神の責務ではなかったか？ほう、その表情、あまり気に食わないようだ。ならば考え方を変えよう。知恵の神ならば、私の知識と交換するのはどう？この世に流布する伝説では全て、人々が知恵の神から知識を手に入れるということになっているわ。凶暴たる行いだけど、確かに興味はあるわ。お前は全ての知識を持っているが、この噂を聞いたことはあるか？確かこう言ったか。テイワットの星空は偽りで。それが？それは世界樹によって隠された世界全体に関する真実の秘密。これから言うことを話し終えたら、お前とはお別れだ。交渉の後、双方とも欲しいものを手にするだろう。凶暴なるものよ。信仰はあなたにとって何の意味もないのでしょう。でも、あなたの話に耳を傾けるくらいなら構わないわ。